マルパスの聖オスワルド教会にある家族納骨書のチャムリー家に関する説明。第3代チャムリー伯爵、ジョージ・チャムリーは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。ホイック等に所属し、1724年から1733年まで、庶民院議員を務めた後、借位を継承した。1725年から1733年まで、 マルパス施策の儀礼称号を使用した。第二代チャムリー伯爵、ジョージ・チャムリーとエディザベス・ファン・ロイテンブルフの長男として、1703年1月2日に生まれた。1724年1月にイーストロー選挙区で当選して、庶民委員議員になり、1727年、イギリス総選挙で、ウィンザー選挙区に倶替えした後、1733年5月7日に、 父が死去すると、チャムリー伯爵の爵位を継承した。義父が首相ロバート・ウォルポールだったこともあり、チャムリー伯爵は多くの官職と名誉職を務めた。彼は1725年から1770年まで、チェスター総督を1726年から1727年まで王室移章係を 1727年から1728年まで、下級海軍卿を、1728年から1735年まで、フレデリック・ルイス王大,大使の主名頭を、1735年から1736年まで、下級大倉卿を、1736年から1743年まで、ランカスター工業大臣を、 1743年12月から1744年12月まで王子章書を1744年から1757年までアイルランド福岡倉教を務めた。また、1725年5月27日にバスクン章を授与され、1736年5月21日に数密顧問官に任命された。 他にも1733年から1761年まで、北ウェールズ知事を1733年から1770年まで、チェシャー党官とチェシャー副提督を務め、1745年に大佐の軍会を与えられ、1755年に、少々に、1759年に中将に昇進した。 1739年に創設された捨て子養育院では初代総裁の一人だった。1770年6月10日に死去、長男ジョージが創生したため孫ジョージが尺を継承した。ホレス・ウォルポールは第3代チャムリー伯爵を空っぽな人物でギフ・サー・ロバート・ウォルポールに高く祭り上げられ、自身の豪者と力不足で軽蔑され、無名になったと評した。また、 1746年までに借金まみれになり、移行数年間に金策として完食を求めたという。1723年9月14日、首相ロバート・ウォルポールの娘メアリーと結婚、三男を設けた。ありがとうございます。